ゴーストキャスト、シャウト。はい、どうもこんにちは、陽介です。今日は映画デビッドボーイのムーンエイジデイドリーム見てきまして、まあ最初に言っておくとね、僕はねデビッドボーイに関してはそこまで引き込んだアーティストではなくて、どちらかというと自分の好きなアーティスト、例えばブラッククローズだとかハリウッドヴァンパイアーズだとか、あと日本人アーティストだと佐藤大二さんとかね、ライブでヒーローズとかも演奏したりこともあったりとかして、そういった形で他に好きなアーティストがまあデビッドボーイをリスペクトしてると、じゃあ原曲どうなのかっていうところで深掘りしていったところでデビッドボーイを聴いていったっていう形で、そこまで僕はねデビッドボーイに関して特別なファンっていうわけではないので、だからもしかするとこの今回の動画をねご覧になる方でデビッドボーイのね熱狂的なファンの方がいらっしゃると、いやそれは君ちょっと違うよとか、君全然分かってないじゃないかデビッドボーイの魅力をというふうに思われるかもしれませんけれども、そこはちょっとねご了承いただいた上で今回の動画ご覧になっていただきたいと思うんですけれども、デビッドボーイのね特別なファンじゃない僕が今回のデビッドボーイのムーンエイジデイドリームを見てどう思ったかっていう感想とかをね見てもらえば、それはそれでまたね面白い意見になってくるんじゃないかなと思います。そういったことでね今回ちょっと動画回してみました。まず結果から言ってすごく面白かったですね。すごくいい映画だな、本当に引き込まれた映画だと思いました。特別なファンじゃないってね言いましたけれども、全く予備知識なしでね見に行くというのもやっぱりちょっとね、そこは違うんじゃないかというところで、まあ公式のサイトもちゃんとね見た上で、 YouTube でね今土屋まさみさんとルナシーの杉蔵さんがね対談形式で、映画について語る動画が回ってるので、そちらの方もちょっと拝見した上で、あとはですね、まあ普通にウィキペディアでデビッドボーイのキャリアとかも確認した上、そして以前から利用してるサービスなんですけども、プライムビデオでプラス500円払うとケロスティングレイっていうねサービス、ミュージックビデオですとか音楽ライブライブビデオのサブスクのサービスがあるので、そちらのサービスでデビッドボーイの動画もいくつかあるので、デビッドボーイ最初の5年間あとはデビッドボーイ最後の5年間っていうドキュメンタリー作品があったので、まあそれもちょっとね見た上でデビッドボーイを学習した上で今回の映画見に行ったって、まあそういったこともあったんで結構ね見に行くのがちょっと遅くなったっていうのもあるんですけれども、結果から言ったらすごく面白かったな。そしてデビッドボーイのねこの人物像、やっぱり音楽的な側面しか僕は知らなかったので、僕が持ってるアルバムって言ったらだからまあジギスターダストとレッツダンス、ずいぶん前から持って聴いたりはしてましたけども、特にレッツダンスとかはねスティービーレイボンがギター弾いたりとかしてるんでよく聴いてましたけれども、まああと亡くなった時にブラックスターというね最後遺作になりましたけども、ブラックスター購入して聴いたりもしましたけど、でもね結局ブラックスターそこまでちょっとねやっぱね僕にとってはちょっと難しい作品だったなっていう感じがして 1,2 回しか聴いてないですね。音楽的な側面でしか知らない上で、その人物像どういった人物なのかなっていうところをまあ今回すごく知れたなっていうところで、デビッドボーイソロアーティストとしてのキャリアをずっと歩んでるので結構孤独なイメージがあるなっていうのが見終わった後での印象ですかね。あとはまあすごく哲学的なところもあるし、結構ね名言みたいなことも映画の中でおっしゃっててね、いくつかねちょっとね拾っていきたいと思いますけれども、映画の中ですごく印象に残った言葉としては、デビッドボーイってアルバムごとに全然違う作品、違う世界観を持った作品ばかりなので、さっき言ったジギースターダストとレッツダンスなんか全然違う、本当にこの同じアーティストのアルバムなのかなっていうぐらい全く違う世界観なので、そういったところでデビッドボーイが言った言葉の中でルックス的にも衣装、奇抜的なファッション、そういったところで個性的だってやっぱりみんな思うかと思うんですけども、その映画の中で個性的ではなくアイマコレクター、僕はコレクターだと、いろんな個性を集めるコレクターで自分は空っぽみたいな、そういったようなことをおっしゃってたのがすごく印象でしたね。だからまあアルバムごとにね音楽的にも初期の頃はグラムロックって言われたりとか、まあ後期に入ってくるとファンク、ソウル、あとは電子音楽的な形にそういったところに傾倒していったりするってこと
ところで、いろんな仮面をかぶったペルソナを持って、いろんなキャラクターに扮して各時代のデビッド・ボウイを演じていたみたいな、そういった印象がすごくありました、ね、あと女性のインタビュアーの方が根掘り葉掘り聞いてたシーンとかがすごく印象的で、デビッド・ボウイね、やっぱりルックス的にもやっぱ男前じゃないですか。そういったところで恋愛観、結婚観についてこう根掘り葉掘り聞きたがる女性ジャーナリスト、インタビュアーの方がいらっしゃって、女性ファンとかはその辺期待があるんだろうなっていうふうには思うんですけど、それに対してデビッド・ボウイがあまり興味がなさそうな回答をして、そこで言った言葉ですごくかっこいい言葉だなと思ったのが、愛に僕の邪魔をさせないよ。もうめちゃくちゃかっこいい言葉、愛に僕の邪魔はさせないよって一度は言ってみたい言葉だなと俺も言ってみてそんな言葉とか思ったりとかして、でもね、年代を追っていくと一人の女性でもね、恋に落ちて結婚することになって、結婚したら今度は7ヶ月前に結婚したばかりだから今ツアーはやりたくないよと、完全に愛に邪魔されてんじゃんお前の仕事とかね、言ってること違うじゃん数年前ととか思ったりもしましたけれども、いやまあでもまあそこがまあ人間っぽくない、なんか宇宙人っぽい人物像を持ったデビッド・ボウイも一人の人間なんだなっていう、人間らしさを感じた一面だったかなっていうふうには思ったりしましたね。音楽的な面で言うと、作詞するときにカットアップ方式っていうんですかね、自分で書いた歌詞、書き綴ったワード言葉、そしてまあ日記だとかそういった言葉もあると思うんですけれども、そういったものをこうハサミでカットしていく、カットしていって、それをこうランダムに並べて一つの歌詞にしていくっていうカットアップ方式、これ僕知らなかったので、そこで一つの歌詞となって曲の世界観が生まれていくってところで、そこに何か意味をもたらすというか、そういった偶然が生んだ言葉の羅列で一つの曲が成り立つっていうところにすごく面白みを感じたというか、すごく興味深い。これ他にやってるアーティストいるんですかね、デビッド・ボウイ以外で。まあ、例えば日本のねアーティストとかでビジュアル系のアーティストとか、結構デビッド・ボウイから影響を受けてるアーティストもいると思うんで、そういったアーティストがねひょっとしたら採用してるのかもしれませんけども、すごくそれは斬新で、僕は今まで知らなかったんで、ね、すごく面白い作曲方法、作詞方法だなって思いましたね。事前の予備知識として土屋まさみさんとね杉蔵さんのフォークを事前に見た上で今回見に行ったんですけど、ジェフ・ベックと共演しているシーンが今回盛り込まれてるっていう話を聞いたので、それすごく楽しみにしたんですけども、特にね紹介するようなシーンとかがなかったりとかしたので、気づいたらそのシーンが終わってたみたいな感じで、でも最後は With Jeff Beck ってね、エンドロールで名前が出てくるんで、あ、そういえばジェフ・ベック出てくるんだったけど、どこで出てきたみたいな感じで、僕は気づけないままね、映画を見終わってしまったんですけどもね。だからあとは、レッツダンス。アルバムレッツダンスだよね、スティービー・レイ・ボーンが参加してるところで、まあギターが好きな人はね、まあジェフ・ベックとスティービー・レイ・ボーンとその辺が見どころなのかなと思ったけど、スティービー・レイ・ボーンに関しては一切ね、話も出てこなかったので、まあミック・ジャガーと共演したね、ダンシン・イン・ザ・ストリートという曲がありますけれども、そこに関しても全然フィーチャーされることはなかったので、そこはちょっとね、拾ってほしかったなっていうふうに僕的には思いましたけれども、映像的にはライブ映像とかすごくかっこいいシーンとか多かったな。ビートルズのね Love Me Do の演奏のシーンとかもすごくかっこよかったし、あとはレッツダンスか、レッツダンスの演奏もすごくかっこよかったんで、音楽的にもね、あ、もうちょっと俺デビッド・ボウイのアルバムの作品聴いてみよう、聴き返してみようって思えるぐらいかっこよかったと思います。デビッド・ボウイ、今後ちょっとね掘り下げていってみたいなっていう、そういった気持ちになった、きっかけになるような作品だったと思います。デビッド・ボウイが絵を描いてるシーンだとか、そういったシーンとかもあるんですけれども、デビッド・ボウイが描いた絵とかがね、たくさん映像として出てくるんですけれども、素晴らしい絵で、もう、画家としてもやっていけるんじゃないかなぐらい、そういったぐらいの作品がいっぱい出てくるんですけれども、インタビュアーが、個展とか開かないんですかと、そういうオファーもあったけれども、ちょっと自信がなくて直前で断ってしまった、約束を破ってしまって個展をやめたんだみたいな、ね、話があったりとかして、いやそんなね自信がないとかいうぐらいのレベルじゃなくて、素晴らしい絵をたくさん描いてるので、まあそういったところとか、あとは役者とかパントマイムのシーンとかもあったりとかして、パントマイムもね、あのグラムロック事件の時もね、パントマイムのね
パフォーマンスをやったりするようなシーンが、ね、ちょっとね出たりとかして、その後ね後期のね時代になってってもそういうようなねパフォーマンスするシーンとかがあるんですけど、その後期の方になってくるとパントマイムとかのパフォーマンスとかもやっぱねすごく上手くなってるんですよね。すごくクオリティも高くなってきてるので、そういった面でそういったパフォーマーとしてもねスキルの高さっていうのはそういったのを見えて、これは僕がっていうか、まあ、僕らが日本人だからなのかもしれないですけども、アーティストっていう言葉ってなんか日本だとミュージシャンもアーティストって呼ばれたりとかして、アーティストって直訳すると芸術家っていう意味で、日本ではミュージシャンだとか音楽を作る人をアーティストっていうね風に使われることが多いと思うんですけれども、そういった意味で日本では芸術家画家に対してアーティストってなかなか言ったりしない気がして、ただデビッド・ボーイに関してはアーティストっていう言葉がミュージシャンとしての言葉だけじゃなくて画家としての意味だったり、あとはパフォーマー、そういったことでのいろんな面において芸術家だったんだなっていうのを映画の中ですごく感じましたね。まあ、役者としての一面とかもあったりもするので、戦場のメリークリスマスのシーンかな、あれ一部ね差し込まれたりとかもしたと思うんですけれども、デビッド・ボーイの生い立ちをウィキペディアとかでねこう拾ってったりとかした時に、ジギー・スターダストのリリースから戦場のメリークリスマスまで10年ちょっとぐらいなんですよね。もっと開いてると思ったんでね、年代が。あ、たった10年ぐらいなんだっていうのがちょっと衝撃に思えたり、戦場のメリークリスマスもね、この前坂本龍一さんが亡くなってね、出演者ほとんど、まあ監督もそうですけども、ビートたけしさん、北野たけしさんぐらいですよね、今ご存命なのはね。たけしさんも言ってましたけどもね、もう戦場のメリークリスマス生きてんの俺ぐらいだよみたいなことをね、なんか、インタビューで答えてましたけど。まあ、いろんな地域に住んだりとかして、イギリスからアメリカに行って、そしてベルリン、そして日本、アメリカに移り渡ったぐらいの時のインタビューで、アメリカに来たけどもずっとイギリスなまりですねみたいな。だからアメリカに移り渡ったのに人と話さないんだったら、そんな、ね、移り住んだ意味あんのかなとかね思ったりもするんですけどもね。だからそういった面でデビッド・ボーイって孤独、ずっと孤独だったのかな、孤独のイメージっていうのは僕の中ではありますね。まあ僕だけじゃないかもしれないですけどもね。まあ、そして日本のこともちょっとね拾ってたりとかしますけどもね、日本は居心地が良くてどっぷり浸かりそうだみたいなねコメントも流れるシーンがあったりとかしたんですけども、だからそのシーンが出た時に僕は思い出したのが、多分一番最後に来日公演を行ったぐらいの時期だと思うんですけども、日本の朝の番組目覚ましテレビがね特ダネかどっちかだと思うんですけども、それでねデビッド・ボーイのことを取材したシーンがあったのをちょっと僕は思い出したんですけども、やっぱ日本好きで SP とかねこうマネージャーとかつけずに一人でね日本の街を東京をね買い物したりとか歩き回ったりしたっていうねエピソードをインタビューで答えたりとかしてて、それをその目覚ましテレビが特ダネかわかんないですけども、朝の番組がそのことを拾って、でそのインタビューの中かなんかで一人で日本の東京の地下鉄をの乗り継いで行きたい目的地があったんだけれどもわからないんで、どこどこの駅で交番のおまわりさんにここに行きたいんだけれどもどうやって行けばいいんですかっていうことを聞いたっていうエピソードをインタビューで語っていて、それをその番組 の取材班がそこの駅に行ってその一番近くの交番に行って取材して、そのおまわりさんを捕まえてインタビューしてた、何月何日外国人の方から道を行き先を聞かれたりとかしませんでしたかっていう、おまわりさんもちゃんと覚えてて、その日は確かちゃんと、あ、確かに外国人の男性の方から道を聞かれましたね、だから多分それがデビッド・ボーイだったんだと思いますみたいな話をしてて、そのシーンをちょっと僕は思い出したりとかしてた、日本のシーンが出た時には映像がすごく綺麗だったので、で多分デビッド・ボーイのすごい大ファンの方がご覧になっても初めて見るようなシーンだと思います。すごく多かったと思うんですけども、これもっといろんなシーンだとかね、まだ出し惜しんでるんじゃないのかなとか、いろんな角度からまだデビッド・ボーイのこと見れるんじゃないのかなっていう風な気もしたので、最後エンドロール終わったぐらいの時からまた会いましょうみたいなねデビッド・ボーイの言葉であったので、まだこれからデビッド・ボーイの作品っていうのはデビッド・ボーイに関わった人たちによって作られていくのかなっていう気はしますけどね。まあ、1回だけじゃちょっとね物足りないぐらいの時間あったらねもう1回見たいっていう風に思うんですけど、
公開も終わってしまうんじゃないかな。そんなに長く公開されないと思うので、まあ、今回ね、この動画撮ってますけども、これから編集入りますけれども、公開されるぐらいの頃には、もしかしたら映画の方も公開終わってるかもしれないんで、僕もね、もう少し時間余裕あったりとかしたら、もう一回見たいなって、そういうふうに思えるような作品でしたね。ということで、デビッドボーイ、ムーンエイジデイドリーム、見てきた感想。見ました。本当に大ファンとか熱狂的なファンになってくると、今回のね、僕のトークはね、薄っぺらいよっていう風にね、思われてしまってもしょうがないとは思うんですけれども、まあそれでも、まあにわかファンって言われてもね、決して僕は否定できないですし、それとね、にわかファンってね、思われてもしょうがない僕の感想を認識した上でご覧になっていただくと、まあ熱狂的なファンの方とかもね、参考になったりとか、新たな発見とかあったりとかもするかもしれませんので、今後もね、デビッドボーイの作品だとか、そういったものがリリースされたタイミングで動画作れたらなと思いますので、今回の動画ね、ご視聴いただきましてどうもありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いします。それでは、今回はこの辺で締めたいと思います。どうもありがとうございます。